阪神41ヤクルト10日甲子園球場阪神が今季2度目の4連勝を飾った6番右翼でプロ初スタメンの野口が2打点先発大竹が今季6勝目デイリースポーツ評論家藤田平氏は同点タイムリーなどの活躍を見せた野口を評価一方先頭打者が出塁しながらも無得点に終わった初回と2回の攻撃を例にチームのための 犠牲のの精神の重要性を説いた6番右翼でプロ初スタメンの野口が2打点の活躍だった一軍に昇格してからボールに食らいつく姿勢自分の持ち味を出そうという必死さが出ている荒削りの部分も多いがこういった経験と自信を積んでいくことが大事だろう一方で打線全体を見れば初回と2回にそれぞれ先頭打者が出塁したものの無得点だった 得点を上げる上で大事になってくるのはチームのための犠牲の精神。例えば無視で走者を置いた状況から点を取るためにはどうすれば確率を高められるか。一つはヒットを打つ。次に走者を進めることを意識した右打ち。そして送りバントだろう。初回は無視一塁から中野が中飛。一し一二塁からは4番。大山が3頃併殺だった。 そして2回は虫二塁から野口が引っ張り気味のスイングで空振り三振。坂本が3ゴロ、小幡が夕ゴロでいずれも左方向だった。もう少し各打者が新類打をイメージしたチーム打撃を意識できるようになればゲーム序盤から優位な流れを作れる。一方、坂本が6回に宇宙間へタイムリー、内容のある打席だったのではないだろうか。